はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくゲームは、トイストーリー 3DS のゲームになりますが、こちらをプレイしていきたいと思います。プレイのモードがですね、ストーリー、ブレイクタイム、クイックプレイ、ごめんなさい、プレイタイムですね、と、クイックプレイ、あともう一つなんかゲームを進めていけば、おそらく解禁されるんじゃないかと思われるモードが用意されていそうです。で、今回はその中からですね、ストーリーをプレイしていきたいと思います。早速始めていきましょう。これはオープニングですかね。トイストーリー3の映画のオープニングに似せたというか、まあ同じものですかね。トイストーリーはまあ1から3まで映画作品が作られてますけども、その中のトイストーリー3のオープニングを模した感じですね。そしてここでウティが登場と。くぅ、かっこいいな、ウティ。そしてこっから実際のプレイですね。ペンを動かすとジャンプして、左右に動くと障害物をかわせるということですね。これで操縦席までたどり着ければいいという感じですかね。で、ここは木の上をぐるぐる回りながら、なんとか落ちないようにしながらたどり着くっていう感じですか。そしてこのスーパーイマジネーションボールを集めていくと。うわ。そして今みたいに障害物とかに当たってしまうと、せっかく集めたスーパーイマジネーションポイントがなくなってしまうので、そのあたりも注意しながら進まないといけないですね。そしてここでレーザー攻撃だ。これもうまいことかわしていかないと。よっと。ここで時間か、スーパーイマジネーションポイントかの二者択一を迫られましたけど、今、スーパーイマジネーションポイントの方を選びました。うわぁ、レーザーに当たっちゃった。ここもぐるぐる、ペンを回して、なんとか乗り切りました。まだゴールじゃないね。どうだろう、ゴールが見えてきてる気はするけど、あとちょっとですね。おっと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 。ここもぐるぐる回して、あとちょっとかな、まだありそうだ。ここもレーザーに注意しながら、お、たどり着きそうですね。たどり着きました。で、この橋が破壊されちゃうんですよね。そうですね、破壊されちゃいましたね。ギャーとなって止めろと。まずは鳴らして、これは操作してるんですね。これでブレーキをかけて、落ちるか落ちないか、どうだーとなって落ちちゃうんですよね。ここはもう本当にトイ・ストーリー3を忠実に追っていってるような感じですね。で、バズが登場して、ここからは回想シーンですかね。アンディと遊ぶ、ウッディにバズにジェシー、この辺りの回想シーンが流れている感じです。
で、ここでウッディが、よし、じゃあみんな OK だな。アンディの携帯電話をおもちゃ箱まで持ってくるんだ。問題は、アンディが携帯電話をドレッサーの上に置いたってことさ。難しい漢字はほとんど使われていないので、小さいお子さんでも十分楽しんでプレイできるかなと思います。そして、そうだな、だがどうやってあんな上まで登る？シーソーを使えば上に打ち上げられるぞ。ちょっと体重が軽すぎて心配だけどな。何しろさっきまでダイエットをしていたんだ。お金を見つけたらここに持ってきてハムに入れるんだ。ハムってこの豚なんですけど、この豚はまあいわゆる豚の貯金箱になってるんで、ここにお金を入れろってことですね。で、ダイエットしていたハムを重くしなさいと、お金で。そういうことだと思います。え、お金の山を4つだな。わかった、任務は引き受けた、ということで、ハムにお金を4つ入れればいいってことですかね。さあ、それでは早速バズを操作してやっていきましょう。このびっくりマークは Y ボタンでチョップだ、壊れやすいものを壊せるぞと言ってますね。で、壊してお金の山をゲットと。で、ハムのところに戻りましょう。で、ハムにお金を入れていきます。今のお金スキパラに効いたねと。まだまだ足りないということなので、あと3つですかね、取っていきたいと思います。他どこ、あ、ここにもスーパーイマジネーションポイントがもらえそうだ。もらっていきましょう。お、A。あ、A を押すと、物が動かせるんだな。とりあえず、これを、また、ハムに入れましょう。これで半分ですかね。建国200年記念の25セントだなと。うん。半分っていうことなので、あと2つの山を探しましょう。あ、ここにあるけど、ちょっとその前になんか気になるんで、これをちょっと溶かしてみましょう。なんもない。光ってるけど何にもない。あ、グリーンアーミー麺だ。コスチュームを選べ。これにしよう。まだ解禁されてないからダメなんだな。このグリーンアーミー麺はただただここにいるというだけなんだな。お、なんだこのひときわ光ってるのは。でっかいイマジネーションポイントみたいなのを取りましたね、今。そしたらここにあるんで、これも取りましょう。これで4つ中3つ集めたので、あと1個になりますね。ずいぶん溜まったぞ。あと1山あればいい。漢字は本当にほとんど使われてないんで、本当にお子様にいいかもしれません。あ、ここにあるけど、とてもたどり着けなそうで、ジャンプ中に B ボタンを押すとダブルジャンプができると。で、その状態で十字キー上を押すとよじ登れると言ってますね。お、よじ登れた。で、ダブルジャンプ中に B ボタンを押し続けると滑空して遠くまで飛べるということで、滑空してあれを取れってことですね。じゃあ早速滑空してみましょう。お、今のは一応滑空したんだな、きっと。ちょっと距離が短かったんだ。後でもう一回滑空は調べてみましょう。これが最後のお金の投入かな。このハム、結構お金貯められますね。
よし、ここからは俺に任せてくれ。俺があの棚の上に登って定規を落とす。その間に君とハムは定規を置く台を見つけてくれ。こっからウッディの操作になりそうですね。お、ウッディが動かせる。で、あそこによじ登れっていうことだな。で、あ、このホップできる上で Y ボタンを押すと大ジャンプができますね。で、A ボタンを押すと押せると。ここまで押して、で、この定規を落としましょう。おー、ウディが、じゃない、バズが、これが滑空だな。そしてレックスが小宇宙を見ている。何なんだこれは。これでクリアと思ったら何か始まりましたね。十字ボタンを使って動かせと。これはこの輪っかの中をくぐっていくとエネルギーが充電できるみたいですね。ってことはエネルギーがなくなるってことだな。何もしないでいると。お、結構外しちゃってるな。なるほど。これで画面にタッチするとレーザー、バズからウッディが出、あ、ウッディ、バズからウッディは出ないですね。レーザーが出て、破壊できますね。障害物を。なんで、適度にかわして、適度に破壊して、進んでいくのが良さそうですね。これ小惑星は壊していった方がいいんだな、今のセリフを見る感じだと。これザーグのマークですね。あ、上の画面では今どこまで進んだかっていうのが出てますけど。結構長いな。結構長いですね。まだ半分も来てない。これで破壊しながら進んで、まだ半分まで来てなさそうですね。で、これはうまいことかわして、続きが始まりますね。で、チェックポイントに到着と。チェックポイントがこまめにあるのは非常にありがたい。お、なんかこれに巻き込まれたら一撃で死にそうだ。ここはちょっとかわすのに専念していきましょう。おっと。基本このイマジネーションボールとかこのエネルギーリンクの方をたどっていけばぶつからないようにちゃんとプレイできるような感じになってそうですね。警告警告。なんだ今度は。ザーグの部隊を派遣。
こっから本格的な光線になるのかな。なんかあっさり倒しちゃいましたけど、また出てきた。おー、倒しましたね。で、結構出てきますね。で、こうやって出てきたザーグの手下を倒しつつ、あともうちょっとでゴールっていうところまで来ました。お、これでゴールかな？もうちょっとありそうですね。アンディの部屋の中を移動してるだけのはずが、とんでもない大冒険になりましたけど。これで、携帯電話までたどり着いて、ハムのところに持っていけば、任務達成。ここまでの任務は完了だ。かっこよく飛んだな、バズ。さあ、準備を始めるぞ。ああ、とにかくこの携帯電話が鳴り出せばアンディが必ず来るはずだ。アンディと遊んでもらうための苦肉の策ですね。久しぶりに遊んでもらうんで練習をしないとプレイマットを使おう。プレイマットってさっきゲームのモードで確かありましたね。プレイタイム。敵のおもちゃをやっつけろ。どうやってやっつけんだろうか。町を守れ。町にたどり着かれちゃダメってことかな。そうなるとマスにタッチしておもちゃを作れ。はい、何なんだろう。敵が来るぞ。困ったな。このおもちゃを操作するのかなと思ったけど、まだ何もできないですね。敵が近寄ってこないとダメなのかな。ウッディは当たっても何も起きないですね、敵に。で、作ったおもちゃが自動で敵を攻撃してくれるんだ。で、敵を倒すとお金が出てくるんで、そのお金を集めるって感じですね。ブロックを集めれば新しいおもちゃを作れる。ちょっと今度はこの丸いやつ作ってみよう。よーし。もう一個作れそうですね。これで全種類作ったぞ。そしてレックスもいるな。レックスのアイコンをタッチして助けてもらえ。やっぱウッディの声は唐沢さんではないですね。結構おもちゃいっぱい出てくるな。この丸い玉ころみたいなやつは当たると敵がピヨピヨしますね。なんでピヨピヨしたところに集中砲火を浴びせるっていうのが良さそうですね。攻略法としてはボーナスブロックを取りに行けって。これ敵を全滅させるとボーナスブロックがもらえるんだな、きっと。でかい。ボーナスブロックをおもちゃのところに持っていけ。はい、持っていきました。そうするとなんだろう、強くなったって言ってますね。どう強くなったんだろう。ここでレックスを投入しましょう。レックスが来てますね。ああ、強くなったおもちゃ貫通してるな。強くなってますね、確実に。
ってことは一直線に並ぶところに、この貫通系のおもちゃを配置すると効率よく敵を倒せそうですね。で、君の番だということで何だったんだ？今までは誰の番だったんだろう？というわけで、まあちょっと長くなってしまいましたので、一旦ここで、今回のプレイは終わりにしてですね、次回、この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、トイ・ストーリー3の第1回目は、これで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。